寿司屋の寿司屋の愛席イースカ、新しい技術と発想でウェルビーイングな街と暮らしを、スマートシティ略して寿司ネタを全国各地で広げて回る番組です。皆さんおはこんばんちは、メタバースについてなんか最近ちょっとこう下火な感じもするかもしれないですけども、この業界少しずつ動いているということなんですが、最近ですねメタバース総研という、いわゆる、メタバース分野の、コンサルティングといいますかですね、ビジネスでの活用の支援をされている団体さんと一緒にですね、共催のセミナーというものを開催いたしました。で、スマートシティにおけるメタバース、生成 AI、Web3 の活用の未来とはということでですね、このメタバース総研という会社の、コンサルティング事業部でマネージャーをされている清家さんという方とですね、このセミナーをやりましたということなんですね。で、4月の、24日の話ですけれども、もういろんな幅広い業界のね、企業の皆様がいろんなメタバースの活用なんかを進めていますけども、その支援をされる中で、そのメタバースの最近の市場動向ですとか活用動向を知りたいということですとか、メタバースと他の領域の関わりについて知りたいということですとか、あとスマートシティですね、この分野におけるメタバースの活用事例が知りたいといったような課題をどうも聞いておられるということでですね、我々のスマートシティの、コンソーシアムの方とちょっと一緒に、スマートシティの分野でのメタバースの活用事例についてもちょっとご紹介を、したということでございます。で、他ですね、生成 AI ですとか Web3 ですとか、そういったことも、含めて、いろいろなお話なんかが入ってきているようで、ちょっとそのあたりも含めてですね、一度、これまでのスマートシティですとか、あとデジデンですとかですね、その辺で、メタバースについての内容っていうのをちょっとピックアップをしてみたところでございます。で、生成 AI のところは、本当にいろいろな自治体の方々で、ガイドライン作られたりですとか、業務での活用なんかかなり進んで、やっておられるんですけども、やっぱりこうメタバースとかですね、Web3 みたいなものっていうのは、ちょいちょい見られるは見られるんですけども、果たしてちょっとこう、本当に実装されているかっていうのがですね、ちょっと測りかねるものが、まだまだあるなという印象でありましたと。特に、メタバースなんかですと、ちょっといろいろ見てましたけども、教育委員会などでですね、不登校になってしまった子どもたちの居場所をメタバースで作るみたいなことですとか、また観光ですとか移住のご相談ですとか、そういったことでメタバース空間をですね、活用しながら、リアルの誘客集客を測っていこうというようなものが、いくつか、ありました。本当、でもね、いくつかなんですよね。で、あとは Web3 みたいな観点で言うと、やっぱりこの地域通貨をね、やろうとしているところなんかもうなんか何百とあるんですけども、それを NFT を活用して何か使っていけないかというようなことが、ちらちら見えるというのと、あとやっぱ DAO ですよね。ああいう新しい、コミュニティのあり方みたいなところもね、イメージというかね、概要としては、あるもののですよ。実際にそういったものを設計して運営されているような地域としてはまだやっぱりちょっとこうイメージが先行しているところもあってですね、でなかなかちょっととっつきにくいみたいなところもあるのかな。既存のコミュニティ、例えば自治会みたいなものですとか、関係人口のコミュニティみたいなものもね、いくつか試行はされているものの、実際そういう DAO みたいなイメージのものとちょっと似て非なるものというかですね、明確に何が違うのというのがちょっとまだ整理ができてないんですけども、
まあ、こういう新しいこのコミュニティの作りみたいなものはね、発想としてはあるものの、Web3 の、技術を活用してやってるかというと、まあ、ほとんどないというような形ですと。まあ、有名なのが山越村、まあ、新潟県の長岡市の中の一地域なんですけども、まあ、そこで、まあ、ネオ山越村みたいな形でですね、まあ、一部運営をされているところもありますけども、まあ、どっちかというと自治体主導というよりは、まあ、コミュニティですから、コミュニティを作っていきたい方々が、まあ、トライしているというようなところかなというふうに思いました。はい。ということで、なんとなくこの新しい技術ですね、これ新しい技術出てくると、これなんか使い道ないかなとみたいなことは思うは思うかもしれないんですけども、まあ、実際にうまく活用されているところっていうのは、本当にまだまだこれからだなというふうに思ったところです。はい。で、メタバース総研の方のですね、事例もすごい面白くて、やっぱりいろいろと、本当に全国の、まあ、自治体の皆様ですとか、まあ、企業の方々から本当にいろいろ相談を受けるようなんですけども、やっぱり何に使いたいかというか、目的は一体何なのかというところを、きちんと捉えていかないとですね、まあ、メタバースでやったら何でもうまくいくよということではないんだよということで、本当にちょっとおっしゃる通りだなというふうにですね、思いました。はい。まあ、とはいえ、まあ、今、Apple のね、ビジョンプロみたいな、でも結構高いんですよ。50万円ぐらいするんですけども、でも、一回かけてみたんですけど、すごいデバイスだなと思ったんですね。まあ、そういうものも活用した、なんか新しい仕組みなんかもですね、だんだんこれから、価格低下に伴ってですね、まあ、どっかで、敷地を超えてですね、ガッとこう来るようなイメージはありましたので、まあ、今後も、事例ですね、とかできたかっていうのは注視していきたいなと思います。でちょうどですね、これメタバース総研のセミナーやった直後にですね、一つ、面白い、コンテンツを見つけたんですね。未来の婚活っていう、ものなんですけども、これカメラを止めるなっていう映画のね、監督された方がですね作られたショートフィルム、まあ、フィルムというでもないな、ショート動画ですね。まあ、これツイッター上で上げられていたのもですね、すごく素敵で、まあ、いわゆる未来、将来ですね、まあ、婚活をですね、メタバース空間で、まあ、やるようになると。で、そういったところでは、まあ、なんて言うんでしょう、その人とのね、AI で、このマッチング率なんかを数字で出してくれるみたいなところも、あるんですけども、それよりもっと大事なのはですね、例えば、障害をね、本当は持ってる方でも、そのメタバース空間の中では、そういう障害などの、イメージというのが、なってんですかね、持ってるとは思えないような、なんかそういう形で人と接することができるですとか、まあ、なんて言うんでしょう、将来的にこれは障害や障害じゃなくなりますよみたいなキーワードありましたけども、やってみたいこと、本当に、まあ、人生においてね、こういうことができたらというものをその空間の中で実現できるんだよというのが、まあ、うまく、すごくうまく表現されたですね、動画だったなというふうに思いました。はい、これはとっても素敵なんで、ぜひ皆さん見てみてください。はい、ということでメタバース関連のセミナーやりましたということでした。